はい、どうもグレイです。トレクルやっていきたいと思います。で、今回は、黒ひげ決戦ダンジョンで、再来っていうことでですね、2回目来ております。で、1日限定になるんですけど、難易度がエキスパートマスターになってますね。で、マスターをですね、今回行ってみたいと思うんですけど、前回白ひげでですね、動画を一つ上げたんですけど、ハンコックの方が早いよっていうのを教えていただきまして、で、本当に情報ありがとうございます。で、今回ハンコックパーティーでちょっと行ってみたいと思うんですけど、何せですね、ハンコックで行くのは初めてなので、うまくできるかどうかはちょっとわからないんですけど、一応ね、どういう風に回るのかって自分の確認のためにもちょっと動画を撮っときたかったので、はい、撮らせていただきます。はい。で、早速ね、ちょっともう行きたいと思うんですけど、はい。で、パーティーはですね、こんな感じです。で、船長とフレンドが、ハンコックになってます。で、サブがですね、サッチを入れてます。3ターン内が即ソルト出現率が大きく上昇するですね。で、まだ本も来てないんですけど、ガチャとかでね、かぶった方とかは1とか2上がってたりするんですよ。で、上がってた方がいいんですけどねっていうのをちょっと聞いたんですけど、残念なことにちょっと 1も上がってません。はい、かぶってないので、残念なことに。うん。で、16ターン。これはちょっと貯めていきたいんですけど、これ貯まるかどうかっていう、ちょっと検証も兼ねてね、いけたらと思います。で、クロコダイル。これは、ステータス要因というか、結構キャラとして好きだっていう理由で入れてます。はい。なんか、他にこれ入れた方がいいよとか、なんかもしあれば、ちょっと教えてください。で、ブルック。これが、回復要因で一応入れてるんですけど、ハンコックがもう、もともとね、回復をしてくれるので、あんまり使わないかなとは思うんですけど、一応、予備で入れてます。なので、クロコダイルとブルックは下段に入ってますね。黒ひげが最後封じてくると思うんですけど、まあ、それをどちらも封じられてもいいかなっていうので、はい、ブルックとクロコダイルを入れてます。で、中段にサッチと、核ですね。2ターンの間1ミズインにするとね、影響を大きくする。これが、スキルマーにはなってて10ターンになります。なので、1番の鍵は多分細かくかな。16ターン貯まるかどうかっていうところです。はい。では、行ってみたいと思います。大丈夫かな。ハンコックで行くのがちょっと初なので、もうほんとね、参考にはならないと思うんで申し訳ないんですけど。で、1回ですね、前列のこの子たちを倒しちゃいたいと思います。で、お肉がね、来てほしいんですよ。ああ、来た、よかった。ハンコックって70% 以下になっちゃうと発動しないと思うんで、まあ、そこの部分でですよね。で、カメさんのところで、極力スキルダメをしたいので、本当お肉来ないですね。1個しか来ない。とりあえずまあ1個来てるので、まあ良かったんですけど。で、結構食らうんですよね、ここが。で、ここは多分もう一回ぐらい食らっちゃって大丈夫かなっていう感じですね。これたまりますかね。サッチがちょっとたまるかどうか微妙なとこなんですけど、今8ターンなので、どうかな、微妙かな。ちょっともう1ターンいけそう。よし、いけました。よし、撃破ですね。で、3回に行って、ここでペンギンちゃんを残しつつスキルダメ。で、ここも2ターンなんで1体残しますか。で、このまあペンギンちゃんは気まぐれなんで、あれですよね。たまに1ターンとかで出てきたりしますよね。なので、まあ、最低でも2ターンは防げるのかな。海賊たちが2ターンで出てくるので、ゲイ、リハ、4回ですね。で、ここも、紫のやつは確か2ターン固定だったので、はい。マリのやつをもう除去してますね。です。
で、サッチがと言った、ここで、なんでこのスキル、サッチが上がってるといいかっていうと、まあ、自分も教えてもらった側なんですけど、ここでサッチが溜まると、ここで発動しちゃうらしいんですよ。で、発動すると、次の黒ひげの1ターン目でもう、即ショットが出現が多くなるわけです。なので、すごいいいよっていうのを教えてもらったんですけど、残念なことにちょっと溜まらなそうですね。はい。まあ、ここはちょっとスロットの入れ替えも兼ねて、はいはい、ブスですね。ここでうん、なんで下段なんだ、どっちか封じられちゃうんですけどね。まあいいや、はい、状態以上無効ですね。お、回復の方が残ってくれたんで良かったのかな、結構。はい、ということで、サッチを一発目に打ちましょう。はい、で、パックも打っちゃっていいかな。本当になんか何も考えずに打っちゃうみたいな感じ。まあ、回復がね、3人もいるんで、多分大丈夫だとは思うんですけど、とか言って負けたら本当にごめんなさい。さあ、お、さすがサッチ、いっぱい出してくれる。特殊効果打ち消し、そっか、打ち消してくるんですよね。そうだそうだ、3ターンは持たないんですね、残念なことに。さあ、でここで、まあ、韓国でもいいんですけど、今回ブルク連れてきたんでちょっと回復します。よいしょ、あとはもう回復しつついけばいいと思うんで。お、スロットの書類がすごくいいですね。タップ下手なのは本当にもう許してください。まあ、いつものことなんで。はい、で、瀕死にすると確か船長と船の両方とも消してくるんですね。はい、で、ここで回復しましょう。韓国お願いします、全部さんの。はい、でこれで 70% 以上いったと思うん で、 ここは船長が封じられてるので、スロット取ってみましょうか。次のターンでいけるかな。おお、なんかスロットがすごい戻ってくれる。でも早いですね、確かに。やりました、倒しました。早い、いやもう本当に教えていただいてありがとうございます。はい、ということで、マスターなんでね、落ちてますよね。さっき見てなかったです。はい。はい。登録できました。はい。ということでですね、黒ひげマスターをですね、ハンコックパーティーで行ってみたでございました。うん。ちょっとね、参考にならなかったと思うんですけど、はい。最後までね、見ていただいてありがとうございます。で、今回ですね、前回ちょっとスキルマネできなかったんで、なんとしてもね、いっぱい集めてスキルをマックスにしたいな、できれば今回でしたい、それが目標です。皆さんも頑張ってください。白ひげパーティー の、 動画もね、前上げてますので、もしよかったらそっちも見ていただければ嬉しいです。はい、それではご視聴ありがとうございました。ブリでした。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。グリです。もしちょっとでも気になったっていう方いらっしゃればチャンネル登録をお願いします。まあ、めちゃくちゃグダグダな実況者なんですが、まあ、これからね、どんどん動画上げていこうと思いますんで、もしよければお願いします。パソコンの方はですね、動画内のチャンネル登録ボタンをクリックしていただいて、スマホの方は、動画説明欄から飛んでいただければチャンネル登録できますので、それがね、皆さんの優しさが動画をアップする源、力になりますので、はい、どうかご協力をお願いします。ツイッターとかもね、やってますんで、そっちの方で絡んでいただけると、またさらに嬉しいかなと思いますので、どうかこれからもよろしくお願いいたします。それでは、グリでした。バイバイ。